お昼はこちらのドイツ料理に入ってみます。店内も可愛い。こちらがドイツのビール飲み比べセットと、あとはソーセージなんですが、デブレジナーというソーセージと、こっちがブラートボーストというソーセージになります。ビール飲み比べ、ケーニッヒ、ケスト、バルシュです。ソーセージは1本ずつ分けました。いただきます。まずバルシュからです。乾杯ってしたらもう飲んでるじゃん。はい、お疲れ様です。です。甘い。うん、甘いね。うん、これ真ん中はさ、黒ビールっても見た目でわかるもんね。うん、黒ビール。ケーニッヒも結構馴染みあるよね。多分ね。うん、あ、うん。ケーニッヒがなんか一番こうフルーティーで軽い。ビールっぽくないね。うん。シュワシュワ感が。美味しい。うん。たくさん歩いたから余計に美味しい。ではソーセージもいただきます。ピリ辛の方から、うん、何もつけずに最初食べてみよう。あ、ではいただきます。うん、うん、言うほど辛くない。うん、うん、言うほど辛くない。うん、うん、うん。続いて、うん、あのハーブの香りがすごい。レモンとハーブ。全然タイプの違うソーセージだから、交互に食べたらそれぞれ味が楽しめる。美味しい、美味しい。これ飲み比べできるのがいいよね。もうさ、これなんかさ、ソーセージ2本でもさ、結構なボリュームだよね。美味しい。うん、やっぱさ、ビールとソーセージって合うね。合うね、美味しいね。うん、うん、なんかもうダラダラ飲みたい気分だ、うん、でもまだまだ歩くよ。こういうの見てもそんな感じで飲んじゃう。どれが一番おいしい？バルシュ。あ、一緒、バルシュ。これはさ、すごい軽いもんね。うん、ケーニッヒは。アフリカンプラザ、ワニ、ラクダ、ダチョウ、ラクダのソーセージ、ワニの唐揚げ、ワニバーガー。アフリカンプラザです。アフリカの第4ビールです。ビールの瓶がかっこいい。では第4ビール継ぎます。マスク外さなきゃ。では、乾杯。おー、冷えてる。美味しい。なにこれ、飲みやす。え、すごい。ビールってさ、どこの国でもそんなに違わんのか、うん、なんかアフリカかと思ったらスリランカって書いてある。スリランカビール。
え、すごい飲みやすいんだけど、ね、っていうか日本のビールに一番近い気がする、うん、あのドイツビール飲んだけど、美味しい。それではご説明をお願いします。何のお肉ですか？はい、一番こっちがダチョウです。ダチョウのお肉で、ワニ、ワニ肉で、ラクダ。ラクダ、今からダチョウとワニとラクダを食べます。ではまずはダチョウ、ダチョウからいただきます。ダチョウです。え、全然臭みとかないよ。普通の肉じゃん。うん、美味しい。うん、ダチョウ美味しい。うん、うん、鶏肉じゃないよね。うん、普通の肉。噛めば噛むほど、うん、ちょっとなんかパサパサ感はあるけど、うん、美味しい。じゃあ次はワニ。ワニ肉いただきます。ワニさん、うん、これ鶏だね。鶏だね。しかもさ、もも肉じゃなくて胸肉だね、うん、これちょっとパサつきな。うん、美味しい。で、3つ目がラクダ。ラクダですよ、ラクダいただいちゃいます。ラクダってさ、食べるっていう概念がない。ワニもダチョウもそうだけど、でもどうなんだろう、馬系か。あ、ちょっと硬い。あ、硬い。これが一番癖があるかも、うん、ちょっとラム肉っぽい感じもする。ね、うん、ね、近い。うん、でも美味しい、うん、目つぶって食べても当たるよね、これ。うん、うん、それぞれ違う美味しさがある、うん、美味しい。ビールも美味しいし、うん、最高だね。もっとゲテモンの味がするかと思った、うん、全然食べれる、美味しい、うん、へー。インド料理屋さんでこちらのラムキンを食べてみることにしました。ナムキン来ました。こちらがナムキンです。2種類あってつけるのがケチャップと、これカレーソースです。やっぱインドはカレーよね。でもまずは何もつけずにどんなんか食べてみます。みんなはそういう行動を取ったことないかもしれない。うん、スナックガスだね。ガスじゃないんだ。うん、スナックガス。え、なんだろうこれ。でもスパイス入ってるよね。うん、ポテトでもないし、カレーソース。おいしい。嘘、めっちゃ美味しい。私好きこれ、うん、ケチャップつけてみる。ケチャップはなんとなくね、なんか想像つくけど、ね、あ、美味しい美味しい。今回はリトルワールド前編後編食編と3回にわたって動画をお届けさせていただきました。リトルワールドというのは東海地区に住んでる人以外だと全く馴染みがないというか、聞いたことがないという方もたくさんいらっしゃると思いますが、愛知県犬山市にある施設です。愛知県民の方ならだいたい子供の頃家族で行ったり、あと遠足で行ったりもします。実際この日も遠足に来ていた小学生たちがたくさんいました。私も小学生の時に何度か行ったことあるんですが、その時は正直リトルワールドの楽しさってあんまりわからなかったんですね。でも大人になってから行くリトルワールドは本当に楽しかったです。建物を見てその国の人たちの生活そして文化を知ることができますし、あとそれ以外はやっぱり食ですよね。今回私は3カ所しか行けなかったんですけれども、いろいろ食べ歩きもできますので、リトルワールド気になった方はぜひ行ってみてください。今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。